殿の妙役。海老名と厚木の境を流れている相模川は別名鮎川と呼ばれていたぐらいですから、昔から鮎で有名でした。以前は鮎がよく取れたので、今のように禁漁期間がなかったそうです。ですから一年中鮎漁ができました。取った鮎は大抵串刺しにして焼き、いろり近くの天井に保存したものでした。農家に住む近くに住む農家の主人が農作業の後、相模川に鮎釣りに行きました。日が暮れて竿の先が見えなくなってきたので家に帰ろうとすると、河原で身なりのきれいな娘が泣きながら立っているのが目に留まりました。もし娘さんどうなさった？と声をかけると、今朝川向こうの厚木から座間に住む親戚に会うために漁師の小舟で渡ってきましたが、約束の時間になっても迎えの船が来ません、ということでした。しばらく船を待っていましたが、一向に来る様子がありません。困ったことだの。日もすっかり暮れてきました。農家の主人は途方に暮れている娘を見かねて自分の家に連れて帰ることにしました。今夜はわしの家に泊まるがいい。竹やぶの向こうだが歩けるかね。ありがとうございます、助かります。娘はほっとしたのか笑顔になりました。帰り道いろいろ話をしているうちに、由緒ある家柄の娘であることが分かりました。さあ着いたら遠慮はいらない、上がってゆっくりなされ、というとかみさんにもてなすように頼みました。農家のかみさんは娘の上品な様子を見て、今夜はゆっくり休んでくだされ、と丁重に扱って奥の間に休ませることにしました。そしてかみさんが仕切りの戸を閉めようとすると、娘が開けておいてくださいというのでそのままにしておきました。夜が更けて天井ばかり見ているので変だなと思いましたが、慣れないとこで寝つかれないのだろうと思い、主人とかみさんは眠りにつきました。ところが真夜中を過ぎた頃、布団から起き上がった娘は辺りに気を配りながら部屋の隅にあった踏み台を持ち出し、天井に吊るしてある鮎を取ろうとしました。背伸びをしても届かないので思い切ってピョンと飛び上がった拍子に足を踏み外し、床に落ちてすねに怪我をしてしまいました。主人とかみさんが物音に驚いて起きてくると、娘は私はどういうわけか小さい頃から魚の匂いを嗅ぐと見境がなくなってしまうのです、と恥ずかしそうに言うのでした。かみさんは娘のすねが赤く腫れ上がっているのを見て、今薬を塗ってやるからちょっとしみるかもしれないけど辛抱しなさね、と打ち身薬をつけてやりました。この家に代々伝わっている打ち身薬はからしとうどん粉を混ぜ塩と酢で練ったものなので、皮膚に少しでも傷があると強烈に締めるものでした。薬を塗られた娘は歯を食いしばってしばらく我慢していましたが、やがてものすごい声を上げて、ギャーゴーゴーと狐の姿に
になると勝手口から慌てて逃げ出しました。それから四五日経ったある晩、かみさんが一人で留守番をしていると、あの娘が訪ねてきました。私は近くの竹やぶに住む狐です。この度はご迷惑をおかけしたのに、ご親切に手当てまでしていただきありがとうございました。爪の傷はもうすっかり治ったのかな。はい、おかげさまで怪我は良くなりました。今日はお礼に食あたりの薬を持ってまいりました。と言って珍しいキノコを取り出しました。そしてキノコの取れる秘密の場所や薬の作り方を説明して、この薬のことは他の人には決して言わないようにしてくださいと言うと、娘はそのまま立ち去りました。ある日、農家の主人が腹痛で苦しんで仕事から帰ってきました。置き薬を切らして困っていたかみさんは、狐の持ってきてくれた食あたりの薬を思い出し、半信半疑でしたが主人に飲ませました。すると腹痛がピタリと止まり、みるみる元気になりました。この薬は上毛のある家に家伝の毒消し薬として明治の初めまで伝えられていたということです。